コンサコサコリッチです。今回はですね、サコリッチ静岡に住んでるんですけども、そんな静岡の有名なねお弁当屋さんがあるんですよ。静岡弁当というお弁当屋さんがあるんですよ。静岡弁当って言ったらもう静岡しかないですよね。だからもうやっぱり静岡に住んでるサコリッチからすると、あの静岡を知ってもらうにはまずはこれを紹介しないとだと思ってね、あの今日は行くことを決めたんですよ。なんでちょっと今から行ってきます。さあ、あそこに見えている TY というね、一番奥に TY と書いてある看板あるのが分かると思うんですが、あれが静岡駅の駅ビルですね。そこからもう本当にまっすぐ歩いてくるだけです。まっすぐ歩いてきてこのドン・キホーテがあり、そしてこちらね、こちら左に曲がり、そして歩いていくと、ここら辺みたいなね、もう本当に繁華街としてお酒飲む場所とかいろんなところがあるんですよ。だから楽しい場所なんですがね、楽しい場所のここ出てきた、出てきた、網焼き弁当、静岡弁当、こちらでございます。ここがね、もう本当に夜はね、あのお酒飲んだ後の人たちがね、行列作ったりするぐらいね、あのお弁当買って帰るんです、皆さんね。はい、さあこんな感じで、もう本当にねお弁当屋さんなんですよ。お弁当屋さんで、これ網焼き弁当、配達もあるんですねこれね。網焼き弁当、ほらこれ、豚網焼き、牛網焼き、牛カルビ網焼き、朝霧高原ポーク網焼き弁当、そして牛ハラミ網焼き弁当、ちょっと入ってみたいと思います。さあこんな感じのところでございましてね、はい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 、入ります。あ、こんにちは。さあ店内はこういう感じで、あ、幻のカツサンド、こういうのもあるんですね。こんにちは。ここにもありますねこれね、この豚網焼き弁当がやっぱり人気ナンバーワンなんですね。あ、牛豚ミックス網焼き弁当っていうのもあるんですね。今年から定番メニュー。あ、今年からあ、なるほどね、確かに分かります、両方食べたくなる気持ち。でも今日僕は両贅沢をしようと思ってるんですよ、はい、はい、なんでやっぱりまずは皆さんに豚網焼き弁当をそのまま見てもらいたい、なんで豚網焼き弁当一つ、はい、でずっと気になってたんですよこの牛ハラミ網焼き弁当、これ絶対美味しいでしょ。赤肉ですもんね。意外とさっぱり食べられる感じなんですか。いやちょっと僕これはね行きたいんですよね。これやっぱ人気ですよね、あの牛ハラミ網焼き弁当も、ね、数が少ないから売り切れることが多いでしょ。そうなんですか。あれ、ちなみに今日は、今日はね、ありますよ。大丈夫。おじゃあちょっとその2つお願いします。はい、はい、お願いします。来ました、来ました、こちらすごい網焼き弁当のね、このお決まりパッケージと、ハラミはハラミって書いてあるんですね。これはあれですか、あのお母様の字ですかこれは。あら、いや綺麗な上品な字ですね。美味しそう、いいですね、この手書きっていうのがちょっといいですね。じゃあ持って帰って食べます。セグロリチキュービュー。行ってまいりましたよ、網焼き弁当買ってまいりました。だからね、最初にいた公園で、ちょっと食べてみたいと思います、ね、じゃ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 ん、網焼き弁当、網焼き弁当いいですね。さあそしてこちらが、ね、お母様の手書きで書いてある網焼き弁当ハラミ、いいですね。ちょっと食べてみましょうよ。やっぱりねこの公園で、こういう公園でお弁当食べるってめちゃくちゃ良くないですか、サコリッチ、ね、めちゃくちゃいいでしょう。
さあまずはこちらね、網焼き弁当、普通の方ですね、豚肉を使った網焼き弁当でございます。はいね、裏はこんな感じ。あ、もうシンプルにね、静岡弁当ということで、はい、横もこんな感じ。この色合いがいいですよね、なんかね、サムネイルみたい。ちょっと開けてみましょうぜ、ね、開けてみましょう。オープン、ティロリロリロリン、うわー、おいしそう。なんだこのお肉は。さあこれ焼きたて、出来たてでございます。めちゃくちゃいいですね。ちょっと箸入れてみましょう。よいしょ。びっしり詰まってる、びっしりとね。えよいしょ、ほっ、うー、すごい、これバーゴーンと。いただきます。うん、あ、すっごっ。これね、このタレも濃すぎずあっさりですね。でしかも豚肉なんでめちゃくちゃあっさり食べられますね。でもご飯は進むんですよ。ちょっと一味唐辛子かけてみよう。一味じゃない、これ七味だ。七味唐辛子かけてみよう。さあ唐辛子をパラ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 と、あ、結構かけちゃったよ。よいしょ、わ、唐辛子めちゃくちゃかかってる。いただきます。うん、おいしい。うん、あ、こんだけ唐辛子かけても、あ、なんだろう、これ特別な唐辛子なのかな、辛くない。いや、ちょっとこれは美味しいわ。さあそして今日は贅沢にもお弁当2個買っちゃってるんでね、ちょっともう、ちょっと次行きたいけど、もう一口だけ食べて、おいしい。はい、そしてこちら気になりますよね、お母様が手書きで書いてくれたハラミね、網焼き弁当ハラミ、これは完全に初めてなので中が気になりますね。網焼き弁当ハラミね、もう見た目は一緒ですよ。まだ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 一緒です。オープン、ティロリロリン。さあビニールも連続的にオープン、ティロリロリン。うーわ、やば、これこのちょっと焦げてる感じもいいですね。香ばしさが 出そうでね。うーわ、これはやばいわ。ちょっと僕初食べ、お肉つまんでみましょう。こちら大きいお肉を、大きいお肉こちら。うわ、でかでかすぎるやろこのお肉。ハラミ焼き、ハラミ網焼き、まずちょっとお肉からいきますわ今回はね。いただきます。危ない、キウシのところだった。おいしい。これね、いや、こっちもそのタレ自体はそんなに強烈な味とかじゃなくて、本当にこのお肉のうまみとか甘さとか、そういうおいしさをより引き立たせるためのタレみたいになってますね。めちゃくちゃおいしい。さあちょっとじゃあご飯付きで食べてみようと。初めて食べたからな、これはやばいわ。おこれだ、ほっ、でかいでかい。いただきます。おいしい。やっぱりね、お母様も言ってましたけど、この牛肉だといえどハラミなんで、ハラミって赤肉じゃないですか。だからね、食べ応えもあるし、でもさっぱりしてるんで、すごく食べやすい。マジで美味しい。もう美味しすぎて喋れなくなるわ。
このねお弁当の底にタレがやっぱちょっとたまり気味で、ご飯にねめちゃくちゃ染みてるんですよ。これがめちゃくちゃ美味しいね。これね、うん、これをねお酒飲んだ後に家に帰る時にこのお弁当を買って、で締めとして食べるんですよ。これがね最高なんですよ。すぐなくなる、この網焼き弁当すぐなくなる。もう一瞬、もう25秒ぐらいでダラララララッダラララララ食べて、でウヒョ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 、でもうウヒョ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 ってなった後にお風呂に入りながらウヒョ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 、でもお風呂上がってドライヤーでウヒョ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 って乾かしてウヒョ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 って寝る感じなんですよ。これが静岡の人たちです。本当にね、静岡に来たらぜひともこの網焼き弁当というのをね、食べていただきたい。静岡弁当、網焼き弁当ね、うん、美味しい、もう最高、もう満足、うん。あとはこういう弁当をね一緒に誰か友達たちと食べたりできればな。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、コメント、高評価お願いします。